けど、その悩みが、おう、ロッキーといつもありがとう。いや、バカ言ってんじゃねえ。悩まない。だからそれ、俺もだからロボットじゃねえっつってんだよ、おめえ。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。悩む。俺はね、これね、もうプライベートはじゃあはっきり言っちゃうよ。俺はめっちゃくちゃ悩む人だから。放送切った後、お前らさ、録画で多分 YouTube かなんか上がってっけど、俺は放送切り忘れて、放送自分では切ったと思って、その後な、NHK 見ながらな、俺こうやって体育座りしながら見てんだぜ、こうやって。こうやってよ。まあ見てるっていうより音だけ聞いてるの。その動画多分どっか上がってるよ。言われたことも、それは気にするよ、俺は。俺ね、多分ね、人のね、倍ぐらい気にすると思う。普段の日常が、俺、めちゃくちゃだから、やってることは。だから、そこからパーンって外れた時に、自分の今日ダメだったこととかを1から10まで全部考える。だからよく聞くんだね。ああ、ここで言われたことは？いや、言われたことは頭には入れとく。ただし、配信中には聞かないよ。それは、その時はうなちゃんマンだから。佐野智則になって聞いちゃうんだよ。気の合う人と飲むと、そうよ、昨日は楽しかったよ、もう。めちゃくちゃ楽しかった。いや、分析、自分分析はダメなんだよ、俺。他人分析は結構高いんだけど、人をね、こう、この人なんでこう、こんなこと言うのかなとか、そういうのはさ、考えるんだけど、自分の言ってることはめちゃくちゃなんだよ。人のことはよ、偉そうによ、言うけどよ、おめえができてねえじゃねえか、みたいな。そうだろ？大体そうだろ？俺。もうそれもわかってんだよ。おめえよ、人にそんなこと言ってっけどよって、おめえが一番ダメじゃねえか、みたいな。ですよねー、みたいな。でも、佐野だから勘弁してって言うとみんな許してくれるんだよ。佐野だから勘弁してって。矢沢みたいなこと、俺はいいけど矢沢がいいって言うかなっていうやつ。まさにその通りなんだよ。うなちゃんまあいいって言うけど、佐野なんて言うかねえ、みたいな。だからスイッチングの入れ切れか。でもよ、みんなのよ、なんていうの、人生っていうか、日々な、一日の中に、スイッチ入れるときと、外すときって、多々あるべや。その、本当に、ただの一日の中にも。あるべよ。それが、入れたり切ったりは、だから、上手に入れたり切ったりできる人と、苦手な人って結構いるんだよ。高橋牧場さん、あれ？初見じゃねえの？これ。俺は初めて見た小手半だな。いらっしゃい。です。入れっぱ、だからずっと入れっぱだから、だったらそっちの方がいいんだけど、燃費が悪いじゃんかよ。プチよ。そうだろ。何回も来てる？あ、ごめん。ごめんなさい。牧場さん、じゃあ、ここ入れときます。アンジェいらっしゃい。おはよう。燃費が悪くなんだよ。ずーっと入れっぱだと。だから、どっかで一回、オフにしねえと。俺もね、放送中は入れてるよ。それは当然スイッチ。だって、うなちゃんまに、なんなきゃなんねえんだから。変態ってやってよ。変態にならなきゃなんねえんだから。
変態っつっても、あの、変態の方の変態じゃねえよ。な、変化の変に、体の体だからな。心と体を、うなちゃんまに変えるんだから。うん。やる気スイッチ入るよ、本当によ。当たり前じゃねえかよ。うん。そうよ。うん、当たり前じゃん。うん。あとは外でリスナーに会うときも、変態って、うなちゃんまんで会わなきゃダメなんだよ。佐野で会っちゃダメなんだよ。だけど、昨日は佐野で会える人なの。うなちゃんまんと愉快な仲間たちで佐野グループだから。変態かと思ったの、まあね、どっちでも朝から面白い。いや、違うよ。人間の、そういう、その、なんだろう、感覚？うん。みんなもあるんだよ、多分。こんなのないやつなんかいないんで、ずっと変態じゃねえよ。バカか、本当に。だから違う、その変態やねっつってんだよ、鈴谷。ええ加減にせえや、本当に。だからたまにスイッチを押し間違えるときあるんだよ。うん。だから間違えないようにしてんの。うん。うなちゃんマンになったら自分絶対もう、それやめといたわ。あのね、うなちゃんマンって大変なんだよ。やるの。うん。俺多分ね、他の人は絶対ね、やりたくねえって思うと思う。いや、機嫌が良くてっていうか、まあ、もう昨日楽しい酒飲んじゃってさ、うん。あっちゃってよ、久々にコンクリート舐めさせてもらいましたよ。帰り道。うん。ああ。ぐっちゃん、おはよう。私はよく押し間違える。いいんだよ。間違えたのを気がつけばいいんだよ。あのね、一番ダメなのは、押し間違えたのを気がつかずに押し続ける人なんだよ。わかる？これ。沼通り。あのね、間違えたって気がついてる人はまだいいんだよ。セーブなんだよ。セーフティーなんだよ。だけど、間違えて押してるのを気がつかねえでずーっとそのまんまで行っちゃう人っているじゃん。チャンマンはよく、だ、ぐっちゃんだって。まあ、昨日酔いすぎたんだよ。一応、まあ、ある程度の一区切りがついたから。3月いっぱいで店もうほら手放すが。で、ちょっと昨日弁護士のとこも行ったりとか、いろいろやって、もう話もついて、あれあれって、いろいろやったから。うん。うん。長いことご苦労様でした。まあ、俺はな、だらけてるやつだから。菅谷はオフなの。そのね、ずっとオフの人ってね、たまにスイッチ入れたらとんでもねえパワー発揮するんだね。ああ、ニトロまで使ったか。俺は昨日はあんまニトロは使ってないよ。酒使っただけだから。店のマスターもよ、ベロンベロンになったの久々に見たなって言われたもん、俺。ああ、そこの、飲み行ったところ。大丈夫か、帰れんのかよ、みたいな。もう、店で、ひっくり返そうになってたからな。その店もほら、あの、俺の顔なじみしかいねえから、大丈夫かよ、つって。うなちゃん大丈夫かよ、つって。酒残ってるよ。でも、昨日は、で、夜の8時ぐらいにもう俺上がってるから、だから10時間ぐらい寝てんだよ。もうどっぷりだよ。ぐっちゃんよ。ノイローゼいらっしゃい。10時間ぐらいだよ。玄関によ、バッグとよ、財布がよ、ぶん投げてあったよ。もう俺そこで多分一回死んだんだろうな。で、這いつくばって布団に来て寝てたよ。うん。それはもう記憶はない。確か玄関までは俺送ってもらったな、ぐらいの。おいちゃん酔わない人だと思う。だから人間ってそういうもんじゃねえんだよ。俺だって飛ぶことなんかあるぜ、おめえよ。な？あるで。しずくいらっしゃい。うん。昨日病院どうだった？血液検査。そういうことだけは俺意外と覚えてんだよ、酔っ払っても。
なあ、結果どうだった？ああ、真冬ありがとう、ナムル。決まった。アドース。そういうね、変なね、変なとこはね、俺ね、ここに引き出しに入ってんだよ。ああ、ベロンベロンになってもよ。ああ。いやいや、そうなのよ。いや、楽しすぎるっていうか、みんなと俺も喋れるから楽しいのよ。こんな独り言言ってたら、ただの気違いだからな。ああ。それは、俺の隣の部屋の人間は俺が気違いって思ってるかもしんねえよ。なんか隣からいつもよ、怒鳴ったりよ、笑ったりよ、ああじゃねえ、こうじゃねえ、ほんと隣からよって。うん。覚えてるやん。俺はね、そういうのはね、すごくこう、気にするタイプなの。大丈夫かなーとか、どっか頭の片隅に引っかかってんだよ。あの子大丈夫かなーとか、あの人大丈夫かなーとか。だから俺常日頃から怒ったりも抜けてるんだよ。まあまあまあ、怒鳴ったりって言ったじゃねえかよ。いや、怒ってはいないんだって、スカーフェイス。俺はね。怒鳴ったりっていうか、はするけど、怒ってはいないんだよ。いや、俺はあんまり優しくねえよ。どっちかって言ったら、もう本当に利己主義だよ。自分本位の人間だから、人に迷惑かけっぱで生きてきてるから、まあでも、なんだろうな、こんな52歳をみんなは今目の当たりにしてるわけ。で、自分たちが、じゃあ、おう、サブロちゃんいらっしゃい。自分たちが今いくつだか俺は知らないよ、一人一人が。だけど、みんなが俺と同じぐらいの歳になった時に、こんな俺みたいには絶対になるなよって思うの。どうだろう。ああ、そう。いやあ、よかった、よかった。じゃあ、あれだな。ちょっと辛いけど、点滴ぶっこんで、直すしかねえな。半年ぐらいか。多分。なあ、しずくちゃんな。よかった、よかった。そういうの聞くと、なんか、ああって、ほっとするわ、俺は。なあ、わかってるよ、そんなの。で、いいじゃねえかよ。ウィークかぶってりゃいいんだから。なあ。たまえちゃん、たまえもんか。おはよう。まあ、みなちゃんはね、なんだろうな。こっからはまた、頭の中を切り替えたら、配信っていうのは、言葉一つ捉えても変わってくるから。葬式配信？なんかあれか。じゃあ、鮫島のやつやったのか。四十九日かなんかの。ダメなんだよ。それは絶対俺だったらやらない。人の生き死にをネタにはしちゃいけねえんだよ。俺は絶対そんなことはやらないね。だから、竹本の時も、俺、言わなかったろ。なあ、竹ちゃん亡くなったのだって、その日の朝に俺知ったんだよ。だけど、ずーっと言わなかったろ。
みんながわさわさしたって。ちゃんまん知らねえのかって言ったら、俺知らねえな、つって。なんでかって言ったら、おう、亡くなったよって言ったら、バカどもが一斉にタケちゃんの実家とか、そういうとこ行くと思ったから。ああ。そう、俺は絶対言わねえから。うん。ほんで、一月ぐらい経ってから、そうだよって、知ってたよって言うだけ。もうすぐに俺にビーンって入るから。タケじゃなくなったぜ、つって。朝の6時半に俺にビーンって入ったから。LINE が。てめえ、サメ島を冒涜してネタにしてたじゃねえか。サメ島のことなんか冒涜なんかしてねえよ、全然。むしろ、サメ島が俺のことを俺にすり寄ってきただけじゃん。もう来るなって俺は言ってた方だから。そうだろ？そうじゃねえの？全然冒涜なんかしてる。むしろ向こうは人んち落書きしたりよ。なあ、石投げたりとか。そういうね、熱動はやめてくれよ。俺は彼のことを別に、死ねだとかなんだとかなんか言ったこともねえよ。いや、歴史はあるけど。おう、ダリちゃん、おはよっちゃん。昨日よ、飲みすぎちったんだよ。うなちゃんマンと愉快な仲間たちに飲み行って、大阪佐野グループでよ。夕方な、もうベロベロだよ、もう。うん、もう、帰り、家まで歩いて帰ってこれなかったもん。なんか抱えられて帰ってきたよ。こんなんかずるずる引きずられて。うん。うん。うん。そうだよな、しずくちゃん、頑張って。うん。そうだよな。っていうかね、頑張ってっていうか、俺はあんまり頑張ってっていう言葉好きじゃないんだよな。ほどほどにだな。無理して頑張ることはない。辛いときは辛いって言いやいいんだよ。うん。ああ、サブロちゃん。だから、下水やつは、本当に、やっぱり下水んだよ。のぼさん、おはようっす。やっとね、いろいろ一区切りついたのよ。のぼちゃんもいつもありがとうね。ありがとうございます。そっか。ゲスはゲスだから。金梅とか、近藤とか。それはよ、てめえのよ、稼ぎになるかどうの、ほど、そういうことだよ。うん。ほどほどに頑張らないとな。うん。俺はやっとこれで、なんか、うん。大阪で仲間これから作れるかなって。だって、これは、店をやってたから、商売になったら、お客さんじゃん。だから、ちょっと違う対応になるんだけど、もう今からこれからね、店がもう、今月いっぱいでなくなるってなって、その後からは、ないんだよ。本気で俺と仲良くしてくれる人だけしか残らないと思ってるし、まあ配信やりながら俺に会いに来るバカなんていうのは全部蹴っ払っちゃいいだけの話だし。ああ、イエさんおはよう。どうだろう？うん。店開けてりゃよ、そういうのも来るんだよ。うん。なんかよ、関係ねえからもう。うん。仲良くしたいんだったら素直に仲良くしたいって言えや、俺はいつでも飢えるかもな。ああ。で、こいつ何、俺に近づいてきたのかなって、ずっこしようと思ってたら、お前はいらねえよって。そういうことだよ。うん、小枝さん？そうそう。だから、ずっこしようとするやつはもういらねえよっていう話。だって別に俺そんなのと付き合わなくたって一人で配信やれんでいいんだ。大丈夫よ、俺は。もう突っ走らないんだよ。うん。例の配信者とか、
誰よ、霊って言われたって、いろんなのがいるからよ、俺の周りにはよ、バカがよ。売名バカがよ。で、佐野でそんなに、まだ俺だから、逆に言えばよ、需要俺まだあるんだ、みたいな。なんだか知んねえけど、佐野なんだろうな。不思議だぜ、おめえ、こんなよ。いい年こいたじじいをよ。まだよ。てめえの小遣い稼ぎのネタに使うんだ、こいつらは。って思うもん、俺。うん。一人単独でやれよ、みたいな。止まれ。うん。なんかね、できねえんだ。って。だから、配信者としては俺は認めてないよっていうこと。走ったら死んじゃいそうだもんな。あ、俺はだから走らないよ。うん。うん。おっと、ダリル、ありがとう。ダンロップのクス野郎は受けました。ナムル、決まった、あざす。もし売名するなら、ユイガより佐野さんを選ぶ。だから、ハラちゃんは、結局、だって、ハラちゃんを有名にしたのも俺だからね。マジで。あの人は一人でのし上がったわけじゃないから。結局、俺が引っ張っただけの話だから。そうだろ？そう思わねえ。じゃねえの？俺はそう思ってるけど、あの人一人で成り上がったわけじゃねえから。うん。結局俺が引っ張っただけの話じゃん。うん。変なやついんなって言うんで、俺がいじくっただけじゃん。その時の俺は絶好調だから。うん。エンペラ知らねえんだ。うん。他にも何人もいるで。例えば、俺をどんどん追い越していった人間とかいっぱいいるけど、まあ石川のりゆきもそうだろ？んだ、桃奈々もそうだろ？なあ、全部俺がピックアップしてんだから。うん。そうだで。昔の、だから、うなちゃんマンは、みんなが寄ってきたんだよ。このおっちゃんに、寄ってきて、なんか欲しがったんだよ、みんな。だからくれてやったんだよ。俺はな。俺はお金が欲しくて配信始めたわけじゃねえから。彼らとは違うんだ。うん。存在感がすごいから。そうかな。まあ、でも、まあ、リアルで俺に会うリスナーはみんな、うわって言うよ。あの、なんか握手してくださいとか言われて、なんで手震えてんじゃねえかとかって、言う人結構いるで。うん。うん、いいよ、とか言って。肩組んでよ、俺写真とかす。うん、もう、気安く撮っちゃうから。お、いいよ、いいよ、撮れ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 。そんなん全然関係ねえから。俺は。なあ、ゆうさんな。俺、気安い男だよな。うーえ、とか言って。いい、とか言って。ウェーイ、とか、やって、とか言われたら、リアルであったらすぐやっちゃうタイプだから。いつか会いたいです。そう？お茶、楽しそうっていうか、ふざけたおじさんだから。うん。だから、例えばさ、さっきほら、な、来てたけど、リアルで会った人は、なんだろうな、うん。俺はね、うん。な
でも俺のことを使えるうちは使っときゃいいんだって。あとは自分で、自分次第だよっていう感じ。うん。それは、そっから先は俺はもう知らねえよって。うん。だから、ノッポさんなんかは、もうそんなのはもうよくわかってるはずだよ。だよねって。シャンマン来やすいぜって。写真、2枚も写真撮ってもらいました。うん。なあ、ノッポさんな。俺なんか、ただのおっちゃんだもんな。いくら俺のこと使ってくれたっていいよって。遊びたきゃって感じだよ。うん。関係ねえよ。好きに使えって感じ。このおじさんはもうそういう役目になったんだなって。うん。だ、これから、あと10年後、この配信、あ、ケチャいらっしゃい。いらっしゃい。おはよう。あのよ、これ、あと10年か。あと10年後に、多分ね、配信会は、多分ね、テレビ超えると思うよ。うん。正直。TV ショーは超えると思うね。だってなんでかって言ったら、電通がテレビのコマーシャルから、な、インターネットのコマーシャル系にシフトを今してるからな。うん。まあ、いわゆる今は YouTube、一強なんだけど、これに変わるのが多分出てくると思う。うん。あそこだけが、美味しい思いをするわけじゃないと思う。ああ、ダリル？うん。俺はだから、やっぱりこういう総合配信。テレビって押し付けなんだよ。俺らが面白いと思ってやってるのお前ら見ろっていう体じゃん。テレビは。そうだろ？だけど、こういうのは、な？やりとりだから。ここなんだよ。うん。テレビは、所詮作り物なんだよ。もう、飽きてるんだよ。視聴者は。作り物に。だって、お前らなんだっけ？イッテ Q だってそうだろ？全部やらせだったわけじゃん。そうだろ？ああ、もうふざけてるわけじゃん。なんか見てる人間をバカにしてるわけじゃん。こいつら騙してやろうってことだろ？そう、まあね。俺は、なんか、あんなものは、放送なんかやるべきじゃないと思ってるよ。うん。で、それに乗ってるギャランティーが発生してる芸能人も、一緒のゴミだよ。断るいいんだよ。それはできませんって言って。どうだろう？人騙しだからな。正直言って。ひどいわよ。うん。あれはね、俺はないなって思うよ。いや、あれで楽しめてる人たちはそれでいいんだよ。それは、そういう人たちを、リスナーっていうか、視聴者にしときゃいい。だけどもうバレてるから、すべてが。
放送作家が考えることなんてせいぜいこの程度だな、みたいな。もう抜かれてんだよ、みんな。見抜かれてんだよ。リスナーっていうか、その視聴者の目が超えてきてんの。うん。だからあんまり、見てる人間小馬鹿にすんじゃねえぞっていう話よ。そう思わねえ？テレビ番組お前ら見て。うん。馬鹿にすんじゃねえよって。つまんねえんだよお前らよ。だから配信、だからそれなんだよ。クエスチョンよ。配信会も台本多いよな。それももうめくれてんの。一発勝負で行くのができないんだよ。だからみんなテレビのトレースしてんの。だから俺は、絶対に俺は、それはやらないって思ってるだけ。ああ。わかる？だからチャンマンは、とんでもねえサプライズがたまに起こるわけよ。そうだろ？そう思わね？だから、うなチャンマンって、一発勝負でいつもやってるから、とんでもねえことが起こるんだよ。パクられたりとかよ。ああ、ああじゃねえ、こうじゃねえよ。家ぶっ込まれたりよ。な、あんなの台本でできるわけねえじゃねえかよ。な。そう思わねえ。つぎ書きなんか作るわけねえじゃねえかよ。それが佐野だから。うなちゃんマンなんだよ。だから好きなんだろ、お前ら、みんな。このおじさんがよ。ああ。な、ワクワクするのも、心配すんのも、やばくねえか、お前、ちゃんまんよ、みたいな。あいつら他の配信者は、だいたい手で、ああ、もうこういう風になるんだな、みたいなのがわかるじゃん。でも俺の場合はわかんねえんだよ。俺さえもわかんねえんだから。後ろ振り返ったらオーナーとかうるせえよ、本当に。お金取ってくるわ。うん。なんかな、昨日でも、1日で、なんか、俺自身いい感じになっちゃったからな。また昔の佐野が復活するか。やばいな。